数々の吉本芸人を開運に導いてきたボルサリーノ関。美味しい料理で笑いの神様を引き寄せると、そこに人が集まり、そこに運気が集まるという開運飯。皆さんのお悩みを解決すべく、沖縄食材を探す沖縄クッキングジャーニー。ナレーションは J-POP 大好き海谷が担当させていただきます。どうも、ボルサリーノ関です。ララダ開運飯、あなたのお悩み料理します。さあ、今週も始まりました。今週もですね、悩める小ヤギさんたちのお悩みをどんどん開運していきたいと思います。早速開運ポストに届いておりますので、お悩み読んでみましょう。チューマ香里さん、女性の方ですね。職業はハワイアンショップのオーナーさん。素敵ですね、横浜から沖縄に来て14年、ハワイアンショップをオープンして2年です。さあ、これからという時にコロナ禍となり、かなり参っています。勢いだけでここまでやってきましたが、不要不急の外出自粛や観光客がいない状況では、どうしても販売が芳しくありません。とはいえ、なんとか踏ん張ってコロナが明けるのを心待ちにしています。沖縄では人のつながりがとても重要。移住した時は知人が一人しかいなかったのですが、今では様々なご縁をもらいました。このご縁を大事に、これからもお店とフラを通じてハワイと沖縄の架け橋になれるよう、まだまだ頑張りたいので、大きな開運飯の愛で包んでください。さあ、こんなお便りをいただきました。包みましょう。いいですね、横浜から移住して沖縄でハワイアンショップのオーナーってね、すごい素敵。なんか海から海から海へみたいな、せっかくの新天地で、もう知人もね、たくさん増えて、いいご縁もできてるということなので、さらに広げていくべく、しっかりと開運していきましょう。今日の開運ワードは、ズバリ、対人運。こちらですね。っていうことは、開運食材は、豚肉とかお魚、あとね、卵もいいですね。で、あと海藻とか、あと、まあ、調理法だと茹でたもの、塩っぽい味付けなんかもとってもいいと思います。では、開運食材を検索してみましょう。なるほど。面白そうな食材がありました。これはね、いいと思いますよ。この食材は、ハエバル町のクガニ市場。こちらを訪ねてみるとわかるそうです。今回は、初恋クロマニオンのケンゴくんと、松島。ね。もう、なんて言うんでしょう。ララ開運飯の、何なんですかね。松島ってね。ララ開運飯の、まあ、ゆるキャラとでも言いましょうか。私が行きたいとこですけども、今は仕方がないです。お任せします。お二人、お願いします。ララ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 はい、オッケーだー。オッケー、ケンゴさん踊ってくださいよ。オッケーオッケー。なんで僕だけやるんですか。もう売れたなこれで。売れた、本当ですか。初めて見た。初めて見た。あ、こんなのセオリー通りのラララでしたよ。よかったですよ。よかったっすか。さあ、というわけですね、ハエバル町にやってまいりましょう。イエーイ。ここはハエバル町。ハエバル町は沖縄本島南部の中央部にあり、那覇市と隣接しています。琉球かすりの里として古くから織物工房が集まることで知られています。またウルトラマンシリーズの金城哲夫資料館や飛び屋里伝説なども魅力の一つです。すごいっすね、ハエバル町。広いっすね。めちゃくちゃ広い。なんかゆかりあるんでしょ、ハエバルに。僕ハエバル高校で、インターハイ、ベスト4入ってます。ベスト4だからな。ベスト4も入ってて相当優秀。というわけでですね、ハエバル町やってまいりましたけども、なんか関さんからですね、メールで、クガニ市場に行ったら、今回の開運食材に、関するなヒントがあるんじゃないかということで、メールをいただきましてですね、とにかくこっちに来たんですけども、とりあえずじゃあこの一話の中でどんなヒントがあるのかちょっと探してみましょうか。探しましょう。行きましょう、行きましょう。さあ、というわけで、クガニ市場の店舗前にやってきましたけども、来ました。ハエバル町ってなんだろうな、農産物といえばなんかカボチャとかはイメージあるんですけども、他ちょっと知らないですよね。そこまでまだ分かっ、どうしました。はい、夏休み？中学生じゃないんすよ。誰が体出来上がってないんすか。
いやもう格好とかもパーフェクト。パーフェクトじゃん。ちゃんともう23歳ですから。23年。もう体成長しないんですよ。もうしない。しないです。まだ伸びそうな気がするけど。もう縮む一方なんです僕は。夏休みだろ。夏休みで遊びに来たんじゃないんですよ。スケボー忘れた。スケボー乗ってないですから。まあ僕らねやっぱ久我人市場来ましたけども、はい、よくわからないでしょあまり。そうですね。ファーマーズのこと。はい、だからね。今日ご案内してくれる方、うん、赤嶺さん、赤嶺さん、赤嶺さん本日はよろしくお願いします。僕らですね、ファーマーズ市場、健吾さん、はい、健吾さん、うん、どこ向いて喋ってるんですか。赤嶺さん、いや赤嶺さんじゃない、赤嶺さん上だから。ごめんなさい、赤嶺、何を勘違いしてるんですか。すいません、赤嶺さん、失礼ですよ。すいません、赤嶺さん、この久我人市場をご案内してほしいんですけど、まずどういった特徴があるんですかこちらは。そうですね、こちら、J ファーマーズマーケット久我人市場はですね、生産者とお客様を、より密接につなげるための直売所となっておりまして、そうですね、他の、スーパーさんとかよりも、鮮度のいいお野菜が、果物ですね、よりお求めやすい価格で、販売している直売所となっております。なるほど、もう地域根ざしたというか、はい、いいですね。これどういったお客様が来るんですか。ハイバル町だけですか、他の地域からも来たりします。そうですね、ハイバル町内のお客様はもとより近隣の那覇、はい、あとまあそうですね、たまに糸満からもいらっしゃったり。おー、すごい、糸満にもファーマーズあるけど、はい、わざわざここまで来て、はい、早原ならではの、ね、もしかしたら農産物があるかもしれない、はい、ちょっとご案内よろしくお願いします。よろしくお願いします。JA ファーマーズの赤嶺さんに案内されて店内へ。2人とも真面目に探してくださいね。そうですね、1つ目はこちら、9月からまあ11月頃、よく出てくるスターフルーツの。スターフルーツ、はい、果物としてだけでなく幅広い使い道で注目を集めるスターフルーツ。食物繊維が豊富で整腸作用も高い栄養たっぷりの食べ物です。県内の生産量のうち約 70% を早原町が占め、今後も様々な特産品の開発などが期待される果物なんだそうですよ。確かに盛り付けに良さそうな方ってしてますもんね。あ、本当、もう野菜とかもうサラダとかに映える。映えます。はい、映える。はい、映えます。今多分、もう多分これ放送されたら、うん、JK めっちゃ来ますよ。JK?JK めっちゃ来ます。あ、映えだから。映えに。これだけ取りに来ます。すいませんね、変なやつ連れてきて。なんで突き放すんですか。あ、そうなんだ。なんか、スターフルーツの、はい、なんだろう、開運ポイントなどを、あれは、すいません。お願いします。僕が開運。お願いします。これを持ってると、クレジットカードの審査通りやすくなります。はい。あ、そういうことが開運します。いいですね。クレジットカード通りやすくなります。はい。もう大体の人審査通ると思うんですけど。ちょっとね、我々がちょっと。はい。はい。じゃあ、他にも何かあったりするんですかね。はい。もう一つはですね。これはわかります。ドラゴンフルーツ。はいはいはい、はい。フルーツだ。こちらは、ハイバル町の国産品ではないんですが、はいはい、まあ、6月から、11月頃まで出るんですが、その中でも、常にあるというわけではなくて、はい、谷の時期がありまして、はい、出てる、ドバッと出てる時期と、まだピタッとなくなる時期が、なるほど。これを交互に繰り返してるので、こういう風に今並んでる時っていうのは結構珍しい、ね。なるほど。あ、そうなんだ。これ6月から11月といえど、はい、それでもなんか、この月はまだ、あまり収穫できなかった時期とかもあるってことですね。はい、今、こんな並んでるのが珍しいと。ちょっと、皆さん今、ドラゴンフルーツが、そんなにすごく今、時期らしくて、皆さんぜひ、お買い求めください。そんな売り出しますか。お店の人ですか。いやいや、もう、少しでも力になればなと。でもなんかやっぱこれ、あれですね、なんか色も綺麗なんで。色も綺麗。サラダとかに盛り付けしやすそうですね。なるほど。なんか、はい。どういった開運ポイントがあるんですか。あちらに、すいません、車とかの道譲ってもらいやすくなります。ありがとうございます。すいません。すいません。本当なんだよな。本当なんだよ。すいません。じゃあ他にも何かあれば。ではこちらの方ですね。うん。まだまだある。今度はこちらの方を。はい。ですね。こちらハエバル町の特産の一つとして、カボチャが挙げられるんですけど。はいはいはい。こちらカボチャもですね、通年通して食べられるわけではなくて。あ、そうなんだ。はい、まあ、12月から、まあ、特定の5月ぐらいまで決まってまして、その後の半年間も食べられないですので、こちらを、ペーストにして、まあ、固めて、販売するという形にすることで、いつでも、食べられる。なるほど。
あ、じゃあかぼちゃスープとか1年通して食べれるようになるんだ。色合いもやっぱ綺麗ですね、めっちゃ。かぼちゃスープな。オレンジ色ってインスタで映えますからね。オレンジ色インスタで映えるんですよ。ハエバレだけにな。はい。ごちゃ、かぼちゃはですね、やっぱ皆さん見ての通り、綺麗なオレンジですよね、はいはい。やっぱオレンジって太陽をイメージさせると思うんですけども、その太陽から浴びた光、はい、で、それがそのままこの野菜になってるっていう風に言っても過言ではないので、はい、皆さんこれを食べることによって、太陽のようなエネルギッシュな人になるので、皆さんぜひかぼちゃのペーストでもね、あの全然いいので、ぜひ使ってください。お願いします。どこが買い物で、怖いなんか流暢すぎて。本当ですか？信じますね、市長。お願いします、お願いします。めちゃくちゃ怖い。なんか勧誘とかやってます？できるできる。何でも、持ってきたら。なんか水とか売りそうなの。怖い。真水は怖いな。真水売りそう、なんか。怖い。はい。くがに市場、いろいろご案内していただいたんですけども。はい。はい、まあ、海運食材を探すわけではないわけですから、うちの関さんからですね、はい、メールが届いてると思うんですけれども、今回の海運食材のポイントというか、ものってあるんですか？その方はちょっと僕はご存知ないですね。え？関さん知らない？知らない？え？誰ですか、関さん？なんで福井子さんも知らないんですか？誰だっけ？うちのお母さんですよ。もう全然会ってないから。確かに。もう1年くらい会ってないです。あ、知らない？え？ここじゃないんかな。ここじゃないってことですね。知らないってことは。ここにヒントがあるというふうに聞いたけど、騙された。騙されたこんなことある？振り回されてますよ、僕たち。そうなんですか。はい、ああ、じゃあ、久我に市場ではないってことか。どうやら、ここに海運食材はないようですね。お二人とも、お仕事の邪魔にならないようにしてくださいね。すいません、赤嶺さん。ちょっとお時間いただきまして、申し訳ないんですけども。ちょっと、ここに海運食材が、今回はなくて、はい、僕らおいともしますけども、はい、決して悪い奴らじゃないので、これからも仲良くしてください。はい、すいません。じゃあちょっとおいともします。はい、すいません。ちょっと前からすいません。失礼します。さあ、久我に市場から、はい、まあ歩いてですね、結構歩きましたけど、金城交差点から、はい、まあ坂登るように歩いてきたわけなんですけども、はい、結構住宅街っぽいんで。そうなんですよ。こんなとこ普段歩かないじゃないですか。そうですね、うん。なんかお店とかなさそうな感じ。そうなんですよ。そうなんですよ。こんなとこで海運食材があるのかっていうことですよね。道路に生えてる雑草とか。それは、オツですな。オツですか。オツです。いいな、いいな。雑草とか。うん。じゃあ、探してみましょうか、とりあえず。もう、カメラマンが誘導するように僕ら歩いてついていってるだけですからね。それ言わないでいいんです。もうここで何があるかどうなるかっていうのは分からないですけど、はいはいはい。あ、金吾さん、うん、あちらに手振ってる人が。ああ、選挙じゃない？選挙じゃない、まあ、そのシーズンですけど。選挙なんじゃないの？やっほー元気、うん、いやいや、お前慣れ慣れしくない？政治家だったらどうするお前。頑張ってよ。いやいや、頑張って。あれ？マイクつけてんな。あの人じゃないか？あの人ですね。あの人だ。さあ、とあるお店の前に来ましたけども、はい、ね、で手振ってた方がいらっしゃいまして、どちら様ですか？はい、私有限会社千奈玉養鶏場の千奈と申します。千奈さ ん, さん、まず最初に僕らが確認しないといけないのは、はい、うちの関っていう、あ、確かにね、わがままなやつからメール切ってたりしますか？そうですね、海運食材の件で実はちょっとメールをいただいてました。おー、はい、ここだ、じゃあここだよ、はい、さっきすいません、変な人に捕まってました、さっき。変な人って言わないで、失礼ですせっかく案内してくれたんだ。あ、そうなんだ、ここだ、あ、じゃあここに、海運食材になるヒントが隠されてると。ありますね、はい、はい、いただいております。あ、じゃあご案内しますよ、はいはい、でこちらは卵を、はい、当社は卵の生産とあと販売と加工でケーキも作ってまして、はい、でこちらその卵とケーキを販売している店舗なんですけれども、ほらほら、これ、これ自動販売機もあるし、初めて見た卵の自動販売機。卵だ、卵だ、今日は卵ですかね。へー、はい、あ、じゃあこちらでご案内をしてくれるわけですかね。そうですね、ちょっとこのこだわりの卵を、はい、まあ、どういった形で生産してるかという、はい、生産の元である養鶏場が南城市の玉城にございまして、はいはい、よろしければ、はい、まあ、見学してみませんか？
こんな暑い中なんで嫌がってるの行きますよ。移動するんですね。いかがでしょうか。はい、じゃあでもね、あの海運食材を、はい、ね、ご案内してくれるということなので、はい、じゃあ移動しましょうか。いいですか。はい、じゃあ行きましょうか。まあ行きましょうか。なんで嫌がってるの。前向きに行きますか。南城市の養鶏場へ移動することになった2人、少し振り回されて不満のようですが、しっかりお仕事お願いしますね。さあというわけで、はい、千葉玉養鶏場の前にやってきました。着いたー。よし、来ましたね。大自然の中やった、はい、千葉さん、ご紹介お願いしますよ。はい、有限会社千代玉養鶏場の、代表の諸見里です。はい、諸見里です。諸見里さん社長、はい、お久しぶりです。ご無沙汰してます。お久しぶり。あれ仲いい。そうそう、めちゃくちゃ仲いい。はいはいはい、もう通過でこんな親友じゃないですか。そうなんです、お久しぶりですね。僕も何年か前にですね、はい、別の番組でお邪魔させていただきまして、はい、ちょっと工場の見学の方をしたんですけども、すいません、あまりちょっと記憶が乏しいものですから、改めてちょっと僕らに紹介してもらってもよろしいですか、ね、わかりました、はい。はい。ちょっとご案内よろしくお願いします。お願いします。早速行きましょう。お願いします。はい。さあ、着替えましたね。着替えた。かっこいい。ここで働いてます。ちょっと躍動感ありますか？ 2 年目くらいの迫力ある。ちょっとなんか俺も着心地いいし、ただちょっとショックだったのが、はい、これ 3L なんですけど、はい、ぴったりだったんですよ。うん、もう最初にこれ来てください の一番でかいサイズ勧められた。いや、これでかすぎでしょと思ったけど、ぴったりでした。俺一番小さいサイズなんですか。ということで、社長、はい、早速ですね、はい、工場の見学の方させてください。お願いします。ご案内。あ、お願いします。はい。2階。2階。前回も登ってますけど。前回登りました、ここ。ここ登ってます。めちゃくちゃ忘れてる。覚えてないな。この風景、覚えてないですか。この風景。覚えてないね。あ、地元の読谷にそっくりだな。読谷ことはある気がするけど。どうぞ中身。この部屋も、前回。あっ、うわあ、すごい、覚えてる。うわ、初めて。すごい、めちゃくちゃいっぱいいる。いますね。めっちゃいる。この中で今この風が吹いてるのは台風影響ではなくて、うん、365日24時間もうこんな感じ。後ろの大きな換気扇がありますね。これで引っ張ってるんですよ。風を引っ張ると、要するにトンネル換気って言いまして、はい、引くと風が入ってくる。だからずっとこの中で、うん、ちょっとこれなぜ換気しないといけないんですか。もう酸素、うん、もうこの酸素とあと環境を良くするんですよ、空気の中で。鶏の手にいつも新鮮な空気を送ってあげる。ちょっと外じゃダメなんですか。外でもいいんですけど、外ではいろんな動物とか、はい、野鳥とかいろいろあるんだけど、この中がいい。なるほどね。で、本当にいいですね。ちょっと換気みたいな。で、卵が超えた感じで今動いていって、これに乗り移って、うん、下のバーに移って、あ、向こうに繋がってるんだよ、はい、迫力すごい。なんかすごいすね。これ大体何羽ぐらいいるんですか、全体で。全体で、生鮮で2万5000羽。2万5000羽。はい、ひなが1万羽、ひよこ。あ、ひよこ1万。はい、すごい。タイマーで自動で回ってきますので、タコだよ。回ることによって何が起きるんですか。餌が入ってきますよ。餌を取り出して。ああ、なるほど。下の餌のタンクから、うん、ホッパーに、おーおーおー、落ちて、うん、この筒があるじゃないですか、はいはい、これから出ていくんですね、このタコ。回ることによって餌が供給されるんですよ。なるほど。だから1日5食。おー、5食を食べるな。あんまりお母さん何食ですか。僕は6食いってるんで、僕の方がすごいですね。7食食べてるんで。さあ、というわけで社長、1階にやってきましたけども、はい、こちらどういうところですか。ここはですね、先ほどの鶏舎の中の卵が全てここに集まるようになってます。はい、はい、うわ、卵いっぱいありますね。はい、でこちらのご案内の方、はい、お願いします。で、先ほどの部屋から流れてきたことの、はい、左側ですね、はいはいはい、2階の方から流れて、2階と1階にありますので、はい、こうやってきて流れてきて、ほら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 、これ一個一個で、ここである程度ホコリを落としてあげて、はいはい、
また戻ってきて、はい、また戻ってきて、うわすげえ、あれちゃんと、なんだろうな、ほら4個入りました、でも残りのスペースにも入るようになってる、そうなんです、そうです、あ、ここで5個にならない、あ、6個にならないと下に落ちないようになってるんだ、そうです、そうです、優秀、あったまんない、優秀だなすごいな、字があるなすごいな、めちゃくちゃすごい、流大卒なんじゃない流大卒業してんじゃない、これ大学卒業、高学歴だ、あったまいな、で、ここで釣れたのが、はい、こう登っていって、あ、登ってって、ここであの並べてあげるわけですね、あー、こういった感じで出荷と、あと、うん、自分で向こうで洗卵するの、なるほどね、すごい量だ、やっぱ最後は手作業なんですね、そうですね、あ、勉強なる、ありがとうございます、これ出荷されるのは大体1日に何個ぐらい出荷されるんですか、そうですね、大体2万個ぐらい、2万個、はい、やばい、多いな、多いな、やっぱりどの家庭にも冷蔵庫に卵ってあるじゃないですか、はい、これ2万個って聞くと、もっと冷蔵庫に入れないといけないなあー、いいな、いいな、所長、今何されてるんですか、はい、ここは先ほどの収穫した卵を、はい、はい、洗卵、はい、洗卵洗って、はいはい、選別、サイズごとに分けていく、え、あ、サイズごとに分けてるんですか、そうです、サイズごとに、みんなサイズ違うんだ、そうです、そうです、じゃあ早速 やってみますか、これいいですか、やっても、はい、え、大丈夫、大丈夫ですか、では選別、あ、気持ちいい、なるほど、ツルツル、ツルツルだ、本当に、あ、君はちょっとこっちかな、これは君ちょっとこっち、あ、君いいね、なんか僕ちょっとしか触ってないですけど、個性ってあるんですね、ありますね、それぞれ、そんな見方あるんですか、あの全員同じじゃない、ほれほれほら、もうこんな感じでね、まだまだあります、まだまだやる、うわちゃんと働かされる、ちゃんと働かされ る, されるいや、でもこれ今俺が今こうやって詰めてるのも沖縄県のね、どなたかの食卓に行くわけですからね、そうです、口に入るから、本当に真心込めて入れてますよ今、はい、はい、こちらです、これは緑じゃ、早いな、置いてかれる、オッケー、終わった、終わった、早い、早い、まだある、待って、ちょっと待って、ちょっとあれ、やら、めっちゃやらす、もういい時給もらっていいくらいですよ、もういい、ちょっと、いやー、もう本当初めての経験が多くて、うん、こうやって卵出荷されてるんだと思って勉強にもなったし、楽しかったです、出荷されてるんだと思って、出荷されてるんだって思って、いや、本当いい経験だったね、はい、めちゃくちゃ楽しかったです、すごく楽しみですけど、ま、でもなんか最後、なんかもう時給もらっていいんじゃないかと働かされたんです、結構汗だくなんですよ、今こんなんだな、いや、でもいい経験でした、ありがとうございました、はい、じゃあ、早速なんですけども、開運食材をいただけないかなと思いまして、はい、そうですね、はい、それでハヤバル店の方にご準備いたしておりますので、ハヤバル店、はい、店舗の方へご案内いたします、これさっき行った場所ですか、あ、さっき行った場所に、じゃあ、戻るわけですね。戻るってことで、そうですか、そうですか。はい、あ、わかりました、わかりました。じゃあ、移動しましょうかね。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとあれ、機嫌悪くなってる。いや、全然全然。テコさん、なんか、効率悪いなって思って。あ、まあまあ、一回こっち向いて、あ、また行こう。オッケーオッケーオッケー。はい、行きましょう。はい、それが機嫌直すんで。すいません、お願いします。お願いします。ちょっと、機嫌良くして。視聴者の皆さん、前編はここまで。後編はいよいよ、開運食材をゲットできそうです。ラララ開運飯、開運食材を探すクッキングジャーニー、次回ハエバル町チュラタマ養鶏場後編をお楽しみに。